します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。Good morning. It's Em. Morning. Morning. いや、朝は遅いことが多くてでも結構うちの会社は時間がフレキシブルなので、はいはいはい、早くやりたい気分の時は早く起きて、まあ、自分に行ったり自分の作業をしたりそれか仕事を始めたりっていう日もありますし、在宅でゆっくり10時基本の始業なんですけど仕事を始めることも多いです。あ、誰もいない。イエーイ今からクライアントとミーティングになります。どういうクライアントさんなんですか？デジタル広告系の企業さんなんですけど、海外のクライアントさんで、今からアメリカの PR の担当者さんと、あと日本の担当者さんとうちの3社でミーティングをします。頑張ってください。ありがとうございます。 Good morning. It's Sorry. Yes. Regarding this point, I'm curious which kind of company you are approaching, I mean, in Japan. お疲れ様です。ありがとうございます。どうでしたか？いろいろ思ってたよりアジェンダが多くて長引きました。普段もこうやって英語でミーティングされることってあるんですか？そうですね。タイミングによるんですけど、3割から4割くらい海外のお客さんだったりもするので、結構あります。たくさんいるってわけじゃないんですけど、でも私的にそれすごい良かったなって思ってて、英語力を活かせる職場ってたくさんあるとは思うんですけど、逆に英語力が必ずしも求められてる職場ではないからこそ、そういう案件があった時に仕事が来るんですね。なので1年目の時からそれでいろんなこうクライアントさん経験できたりとか、あとは海外のクライアントさんとやることで海外の PR のやり方とかも逆にインプットしながら、じゃあ日本のやつと組み合わせて提案もできるようにするので、なんかそういう点で英語を使いたいを基準に選ばなくてよかったなって思ってます。ありがとうございます。めちゃめちゃかっこよかったです。恥ずかしいです。あ、お疲れ様。よろしくお願いします。お願いします。一度だけ人生をやり直せるとしたら、一度の自分に戻りたい。あの時選択ミスったなはないです。あ、でもよかった、なんかそれを聞けて。確かにそうですね。ねえ。部活の時に戻りたいって言ったらあれでしょうね。確かに。失敗したとか言って。全然後悔はない。ねえ。じゃあアイスブレイク終わるね。はい。はーい。もう一回行きたい。ダンスに。菊池さんの好きなところを教えてください。心も体もすごいタフでポジティブなとこが好きですかね。逆になんか直してほしいところとかってありますか？ここ直してほしいみたいなとこないですけど、なんだろう、すごい私のことすごい期待してくれてるのでプレッシャーたまに大丈夫かなって思う時あるんですけど、期待に応えられるように頑張りたいと。頑張ってくれてます。わからないんですよ、何がしたいとか。まずなんか仕事でやりたいことを考える前に、結構何がしたいのか人生で考えた方がいいと私は思ってて、押し付けたくはないんですけど、でもちょうどそのチームの後輩も仕事で何がしたいかって言われても分かんないっていう子がいたんですけど、結構この1年間くらいですぐ決めなくていいから考える癖をつけたりとかしてほしいなと思って、私がいつも書いてるその手帳があるんですけど、プレゼントして、はい、同じ手帳ですか？そうなんです。だからうちのチームのメンバーみんな持ってるんですよこれなんですけど、これ週末野心手帳って言うんですけど、朝書いてたやつですね。あ、そうです。来週ベルリン出張なんです、実は。しかもドイツは行ったことあるんですけど、超左端をずっと降りてった感じだったので、ベルリンそのタイミングで行けなくって、ずっと行きたかったんですよ。サイバー受けてたんですか？そうなんですよ、サイバーとか、あと他の広告代理店さんも結構受けてました。なんでその中からベクトルさん選ばれたんですか？もともと私コンサルに興味があって、でそこから OB 訪問していくうちに、あなたのやりたいことってコンサルの中でもコミュニケーションなんじゃないって言われて、確かに私ってコミュニケーションのコンサルテーションをしたいんだって思って、そこから広告業界と PR を見るようになって、そもそも PR って知らなかったんですけど、すごい簡単に言うとテレビを見てて CM になったら広告だってわかるじゃないですか、私たちの仕事はそこじゃなくって、あるものを第一者的にうちがすごいんですって見せ方じゃなくて、すごいって言わせる文脈作りをしていくみたいな仕事がしたくって、他の広告代理店も受けていろいろ考えたんですけど、自分がやりたい仕事はこっちかなっていうふうに思って選びました。合わせ前はここじゃなかったですよ。ちなみに
2人の関係は親友です。ほぼ親友。まさかの。だって先週末2人で車中泊で会ってこいったんですよ。でも関係で言うと部署は違うんですけど、うん、あのうちの会社で英語案件とか海外案件を受けるってなった時に、まあ、鶴野さんも英語をしゃべれるんでペラペラなので、なんか2人で受けることが多くて、まあ、3年目になるそうクライアントがいて、そのクライアントを持ち始めたのが多分一番のっけるきっかけで、でもすごい思い入れるクライアントで2人でいろんなことを乗り越え達成してきて、その結果親友になった。さえちゃんと一緒にいるとこっちも前向きになれるっていうか、なんか本当素敵な人ですよ本当に。なんか今日あげられてもらえればいやそうって思ったんですけど、なんか分かりづらいかなと思ったんですよ。2021年は、あそれか昨年度。お疲れ様です。お疲れ様です。次は何しに行くんですか？次はクライアントとミーティングです。どこに？生活相談系のクライアントさんで、ファッションある、すごいブランドとかもすごい素敵なものが多いクライアントさんです。何を話すんですか？2週間に1回くらいミーティングをしてるんですけど、なんかこうクライアントさんの方で今押し出したい商品だったりとか、あとはこういう切り口が今こうホットトピックになってるからこの切り口をしていこうかとか、まあ、そういうディスカッションだったりとか、あとは進捗の報告だったりをするミーティングになります。ありがとうございます。頑張ってください、はい、ありがとうございます。行ってきます。行ってらっしゃい。田辺さんは菊池さんから見て上長の方に当たるんですか？はい、田辺さんは2年目の時からずっと一緒にのチームでやってるんですけど、うん、女部長で、あの私はその下でずっとやっているという形です。じゃあちょっと田辺さんからちょっと菊池さんのお仕事ぶりについてお伺いしたいなと思うんですけど。そうですね、はい、頑張ってるよね。本当にすごいなんかもうまっすぐあの仕事のこう結果を出すために突き進んでいくタイプの人なんで、すごくあの信頼してますし、絶対やりきってくれるんだろうなと思って、なんかいつも任せちゃってるので、チームの2番手だよね。うちの会社ってこの六角形のバランス悪くてもいいって言ってるじゃん。1個突き抜けるところがやっぱ菊池は持ってるなと思ってて、で最初から、まあ、新卒で入った時からそう思ったんだけど、なんかそれが伸びてきて開花してきたんじゃないかなと思ってますよ。とのことです。お疲れ様です。お疲れ様です。次は何があるんですか？次は新しく提案しているコスメ系の企業さんがあって、そこを一緒に提案している代理店さんとのミーティングがあります。頑張ってください、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様でした。どうでしたか？いや、すごいいい時間でした。あとはクライアントさんにご提案して通ることを祈るっていう感じなので、うん、でもすごいあのいいものが作れたかなって思ってます。ちなみに今日ってもう終わりですか？今多分、はい、7時半ぐらいかなと思うんですけど、うん、ミーティングとかはもう一通り終わったんですけど、はい、この後、作業だったりとかちょっと作らなきゃいけない資料だったりがあるので、まあ、それをちょっと作業して帰ろうかなと思ってます。いつも結構遅くなるんですか？遅い時もあります。でも結構自分でスケジュール調整ができるので、まあ、帰りたい時はそこに照準を合わせてやっておくだったりとか、まあ、どうしてもクライアントさんの都合で急に対応しなくちゃいけないこともあったりはするんですけど、基本は自分でスケジュール決められるので大丈夫です。じゃあ今日はまだ残って仕事するっていう感じですね。はい、もう少し。じゃあ頑張ってください。この後も今日は一日ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。頑張ってください。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。